りいた。エミ、ここ好きだもんね。これってこんなに小さかったんだ。何か悩んでるよね。別に。嘘。何でもいいじゃん。楽しんできなよ、ハロウィン。私でよかったら相談に乗るよ。覚えてないかもしれないけど、私とエミが初めて会ったのもハロウィンなんだよ。小学2年の時、ハロウィンの日に近所の子供たちでお菓子をもらいに家を回ってたら、私だけ迷子になって、不安で歩き回ってたら同じように迷子になったエミがいたの。二人で親が迎えに来るのを待とうってなって、でもどんどん暗くなるし寂しくなってきて、私は今にも泣きそうになっちゃってたのに、エミは楽しいね、お菓子もあるし遠足みたいだって笑ったの。あ、そうだって素直に思えた。あれ以来私はエミの笑顔のファンなの。だから勝手かもしれないけど、エミには笑顔でいてほしいの。それが私の心からの願い。まさかケースを使ったのか。知らない。だって願い？何それ、ほんと余計なお世話。エミ、私には願いなんてない。他人はもちろん、自分なんてどうなったっていいし、世界が良くなってほしいとも思ってない。むしろこんな世界滅びてもいいって思ってるのかも。あ、ごめん。押し付けがましいのやめてくれる？ケースなんてなければ。ケース？今ケースって言った？ねえ、それって願いが叶うケース？あら、本物っぽいわね。誰？あんたもヒーロー？ヒーロー？違うと思うな。だって私はこれからあなたを殺すから。持ち主の願いを叶える。あなたの願いは自分を守ること？私は自分を守りたいなんて思ってない。自覚もなしか、つまらない子ね。じゃあ殺さないであげるからケースをちょうだい。エミ、ケースを渡すな。ああ、また会えた。ケースを狙っているということは Z の仲間か？ちょっと違う。 Z は私の欲しい遺伝子を持っている男よ。最高の遺伝子とケースで私は王国を作るの。他の種族を滅ぼしてね。そんなことのためにケースを使ってはならない。エミ、下がっていろ。ペガス、テックセンター。ローソン。
じゃあやっぱり殺すしかないじゃん。はずるいな。では退散するか。そんなことしない。